明けましておめでとうございます。阿部あゆりです。今週私からは月曜日に行われる新山記念の予想動画をお届けします。それでは皆様今年もよろしくお願いします。ではここから予想に行きたいと思います。では新山記念1月8日京都 1600m の予想ということで、まずは近年のレース傾向としてここ4年連続上がり最速の馬を使った馬が馬券になっています。末足重視で馬券を組みたいと思います。それでコンスタントに上がりを使えている馬というのをピックアップしてみました。まず1頭目はスターリーステージ、4戦中3戦上がり2位を使っています。あとファストアプローチ、5戦中2戦上がり2、1戦上がり3位です。アーモンドアイ、2戦中2戦とも上がり1位を使っています。あとはカフジヴァンガード、5戦して5戦すべて上がり3位内を使っています。あとヒシコスマ、4戦中2回上がり1位を使っています。この辺りの馬に注目して、あとは過去のレース映像を見て京都 1600m が合いそうな馬を馬券に組んでいきたいと思います。今回私の本命は3番のアーモンドアイです。デビュー2戦して2戦とも上がり最速だったこの馬、特に前走はほとんど追わずに着差 0.6 秒の大差勝ちでした。新潟、東京と直線の長いコースを使われてきましたが、エンジンがかかるのが遅いわけではないので京都コースもこなせると見て本命に押したいと思います。相手にはコンスタントに上がりを使えていて京都コース経験が豊富な1番のスターリーステージ、デムード騎手騎乗の2番ファストアプローチ、前走 1200m とはいえキレがすごく 1600m でも期待できそうな4番のベルガド、デビュー2戦目で頭角を現した6番のブラモンストル、後位から競馬できそうな7番の鼓門、前走間を割って桁違いの足で伸びてきた8番のプリウス、デビュー5戦中全て上がり3位内を使っている9番のカフジヴァンガードを選びたいと思います。今回の馬券はこんな感じでいきます。3番の単勝と3連単はスターリーステージとアーモンドアイからマルチでご覧の馬に流したいと思います。ワイドはアーモンドアイからちょっと人気薄、どちらかといえば人気薄な馬に5点流したいと思います。ゲートウェイでは五十嵐麗さんやゲートウェイ班の重賞予想動画もお届けしているので、そちらもぜひ見てみてください。私の馬券は資金配分なんかはツイッターに載せているので、よかったらそっちも覗いてみてください。では今週も最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が少しでも参考になったらチャンネル登録よろしくお願いします。